福岡県の大野城です。この大野城は飛鳥時代に築城されたという古代の山城なんですね。太宰府の真北、標高が約410メートルを最高峰とする塩路山という山の一帯に構築されています。太宰府のすぐ北ということであることから、太宰府の防衛を目的とした城であると考えられています。この塩路山には尾根を伝って8200メートル以上にもなる土塁と石垣が築かれていて、4箇所の縄文があるということです。西暦663年の白村江の戦いにおいて、後の日本、その当時の倭国ですね、新羅と唐の連合軍に敗れたと。そこで倭国は防備を固めるためにさまざまな防衛施設を建設したというんですね。665年にここの大野と木というところに城を築かせたんだそうです。このうち筑紫のここの大野に築かれた城が大野城だということです。